今日はお忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。高山のマネージャー石原でございます。本日は、高山の、現状報告と、8月31日後楽園ホールにて開催いたします、高山ニアエンパイアの説明をさせていただきます。高山が、試合中のアクシデントによる欠場から、5月4日で1年が経過いたしました。昨年9月4日に高山を支援する高山ニアの発足を発表させていただきまして、その席で、頸椎完全損傷と診断され、首から下が動かない状態であることを、皆様に報告させていただきました。直後から、各団体関係イベント等ですね、おける募金活動に始まり、プロレスのファンの皆様をはじめ多くの高山を支援してくださる皆様からの本当多大なるご支援、そしてお力をいただき、現在も継続していただいております。それらは高山の、医療費に充てさせていただいております。何よりも初めに、皆様に心からお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。現在の高山の現状ですが、昨年お伝えさせていただいた通りですね、現在も関東の病院に入院しております。現在も首から下は肩が少し動かせる状態になったと、いう状況でございます。正直かなり、厳しい状態ではあるんですが、本人は、一生懸命毎日リハビリを頑張っております。逆にリハビリどういうことをしているかと、言いますと、手足の硬着の予防だったりとかですね、iPad やスマホとかを使えるようにという生活に必要な動作、そういったものの、リハビリを、毎日、本人は頑張っております。で昨年、高山ニアを立ち上げさせていただきまして、支援工業、高山ニアエンパイアの、開催が、各団体様、選手様のご協力のもと8月31日金曜日、後楽園ホールで、開催させていただくことが決定いたしました。今回、高山がですね、プロデューサーとして、マッチメイク等の、アイデアを出して、携わっております。そのマッチメイクに関しては鈴木さん、はい、一言お願いします。高山ニアに関わる一人として今日は出席させてもらいます鈴木です。今回のこの高山ニアエンパイアの、カード、何度も高山といろんな話をして、まあ、アイデアをいただいて、で、まあ、各団体いろんな調整をしまして、ほぼほぼ決まってはいるんですけど、はい、とりあえず本日は当日のメインカードだけ発表させてもらいます。8月31日高山にはエンパイア、メインイベント、鈴木実、野沢論外、正田対、太陽ケア、高道の区、和林、この6人で、3対3の6人タッグマッチをやることが決定しました。これは高山等の話の中で、彼が全日本プロレスに参戦した時にいたメンバーで、やっぱり心の中で一番そのプロレスを やっていて楽しいと感じた時間だったらしく、まあ再現とまではいかないでしょうけど、うん、その時のメンバーでメッセージが送れたらなと思います。それでこのカードが決定しました。はい。で、メインを含めまして、全7試合でメインを含めてですね、全7試合を、させていただきます。で当日の、試合の模様はアベマ TV さんにて、生放送させていただくことが決まっております。他の6試合も、皆さんに満足していただけるマッチメイクだと思っております。また、当日特別ゲストの、方々もご来場いただく、予定になっております。今日すいません、メインしか発表ができないのですが、
他の試合の情報などは、随時、高山のブログにて、更新していきますので、そちらの方をご確認していただけたらと思います。そして、もう一つ、お伝えすることがございまして、今回の高山にエンパイアですね、クラウドファンディングサイト、幕開けにて、プロジェクトを実施する、運びとなりました。プロジェクト自体は6月の15日金曜日午後の2時から開始いたします。高山エリアとしましては、高山を支援する方たちの集合体であり、団体やイベントプロモーションではございません。そのため興行を開催するにあたっての運営費はゼロから始める必要があります。特定の組織が主催するのでなく、支援していただく皆様一人一人のお力をお借りして、みんなの思いを形にして高山に届かせるというのが、私たち高山ニアの、本意でございます。また今回のチケットに関しましても、一般プレイガイドには、では販売せず、幕開けのみでの販売となります。これによりチケットを購入し見に来ていただくだけで今回のプロジェクトへのご協力いただく形となります。またそれに加え参加型のリターンを企画しております。どれも参加するとともに支援していただいた皆様にとって忘れられない大会としていただく企画となっております。また当日会場にて高山のですね、写真展の併設や限定グッズの販売も行いたいと思っております。幕開けのリターンの詳細は6月15日幕開けのサイトがですね、開設14時に開設されてからそちらをご確認していただければと思います。プロジェクトの URL もまだ15日まで日がありますので、15日に高山のブログにてお知らせさせていただきますので、重ねましてそちらの方もご確認していただければと思います。皆様から、クラウドファンディングのプロジェクトを行いですね、皆様からのご協力いただいたご行為は、興行経費以外の収益を、全て高山の医療費に、当てさせていただきたいと思っております。今回のクラウドファンディングは、往来のプロレス興行の運営とは違った試みであり、私たちのチャレンジでもあります。たった一人ならば、小さな思いであっても皆さんの、力が集まれば、とてつもないパワーとなることを、プロレス界から、世の中へ、示してより、この活動を広めることもできます。みんなで作る、高山ニアエンパイアをぜひ皆様のご協力の方、よろしくお願いいたします。高山が今まで関わってきた、各プロレス団体の方には一通り声をかけてくれということですね。はい、それで彼の、今はまだ現状変わらないですけど、口は相変わらず他者なんで、はい、何かあれば憎まれ口を叩くと、そんな状況なんで、高山ならではの仰天カードをいっぱい注文出してきまして、交渉する側の身にもなってみろよというぐらい面白い発想を彼が出してきたんで、はい、実現したら全部面白いかなとは思いますね。そうね、あの時代、2000年代の中盤ぐらいですかね、2006年、7年とかあの辺の時代なんですけど、あそこでその自分自身 そのプロレスがその一気に花をわっと咲かした時代なんで、思い入れは深いですね、これ出てくる全員に対して。で、ここに高山がいて、それこそここに武藤がいて、そんなメンバーであの頃やってたんで、という気持ちはありますね、やっぱりね。はい、逆に鈴木さんとマッチメイクの件をいろいろ高山の方がいろいろリクエストしているときに、今の現状っていうのをもう奥様とか家族の方とかにですね、いろいろウェブとか今の雑誌とかですね、今のこのプロレス業界はやはりちょっとこの1年ブランクが
ありますし、あのなかなか外の情報もこう自分でこう何かを調べてという環境ではないんですが、まあ、今回この高屋マニアエンパイアをやるよっていう、まあ、もともと高屋マニアを立ち上げる時にこういうことをやりたいっていう話は本人にもしてたんですけど、あの今の状況がどうなってるかっていうのをこうみんなにこうページをめくってもらったりとかですねしながら今の動きがどうだというのはあの彼なりにすごく勉強して、鈴木さんに、難しい質問をあの リクエストをすごいしてきたというそういう状態でございます、はい、あとねこの、まあ、約1年ちょっとなんですけどたくさんの人のその行為によって募金活動たくさんのさまざまな団体大小さまざまなあの会ったこともないような団体の人たちまでやってくれててすごくたくさんのお金が今集まってるんですけどどうせだったらやっぱりまあもともとこの大会をやりたかったうちの一つとしてみんなで一緒になんか形になるものを作って届けたいっていうのがあったんでお金ですよね募金という形でお願いしますという形以外のものでこれからはあの、うん、あいつの心もこれで少しケアできればとは思いますけどですあとまあ毎年こういう形で、こういうエンパイアシリーズというかこういうことをまあ開催させていただいて、まあ、それをすることによって本人がのモチベーションもですねいつかやはり本人としては、けじめとして、いつかファンの皆様の前に、出るというモチベーションが本人の中にもありますのでそういったところが本人がまた帰ってこれるような場所も、僕らとして継続して、やらせていただければなという考えでございます、はい、そうだね、あいつが帰ってくる場所は、はい、間違いなくリングの上なんでそのリングをこうやってどっか特定のプロモーションが持つんではなくてファンのみんなで作ってあげれたらなという思いがです多分努力もすごくあるとは思うんですけど、まあ、正直去年あの記者会見の時にお話しさせていただいた、お医者さん的には、まあ、回復は難しいと言われている状況の中で、まあ、本人は諦めずでやはりこう関鈴木さんもおっしゃってましたけどいろんな、同じ怪我をされた家族が怪我をされた子ですっていうお手紙をいただいたりとかですねあのお医者さんからはそうって言われたけど、10年かかってこうなりました高山さんも頑張ってくださいみたいなそういう応援メッセージも本当にたくさんあのいただいておりましてそういうことも全てやっぱ本人のこう糧となってですね、医者にはそういう現状言われてるけど、もう本当に1ミリでも奇跡があるんであればそこをというところの本人の努力っていうのはすごく大きいと思います、はい、ね、去年の夏ぐらいの時点でどこももちろんあの 現状のままではあったんだけどこの辺触ると触ってることが少し分かるっていうことだけは言ってたんだよねその肩のあたりを触るとなんか触ってるような気がするでそこが少し、うん、前に進んだかなという感じなんでリハビリで必ずしも何とかなるものではないかもしれないけど、はい、その前例のないところへのチャレンジを続けて、鬼を続けてるという感じですね、はい、お医者さんも正直何もどうなるかは分からないですし、はい、難しいと言われている現状は、今も去年あのお話しさせていただいた状況と変わっておりません、はい、ただいつかあいつにはちゃんとトップロープをまたいでリングには入ってもらいますよ、はい、そこまでやらないとで自分でけじめつけろとは思いますけど諦めるのは簡単なんでいやそんな無理でしょうっていうのも簡単なんでだからそれを目標にあいつには生きてもらおうと思ってますそれであとこういう今回のこの高山ニアエンパイアという大会でどんどん悔しがらせてやろうかなと俺も早くリング上がりたいって言わせてやろうかなと思ってますけどあとはやはりこうこれから関東のこうそうですねそういうことも本人にしたいというのももともといろいろフリーでやってきて自分で
セルフプロデュースの上手な人だったので、まあ、いろんな何かを発信したいっていう、考えとかはすごくあると思いますし、そのリハビリ の, そのスマホだったり iPad だったりっていうのはこれからあのまだ生きていく時間が長いですから、そういったこと の, その生活をしていくっていうことの、そういうことをするっていうのも大きなリハビリのカリキュラムの一つですね。はい。で、まあ、そういうことができて最終的に自分で何かをこう発信、まだまだそこのレベルには行ってませんので、行ってませんが、最終的にはそういう形にができるようになれば、いいかなと思ってます。最後にあの、はい、すごく心強い味方というか、同じあのプロレスのまあ先輩で、同じような怪我で、現在もリハビリをやられてる片山明さんという、新日本プロレス時代の先輩がいるんですけど、片山さんからすぐにこの件で連絡いただいて、絶対大丈夫だって、俺だって俺程度の人間がここまでできるようになったんだから、高山だって絶対できるから、だから伝えてくれというのをすぐ連絡いただいたんで、できると思います。ありがとうございます。じゃあすいません、本日はお忙しいところありがとうございました。で、引き続きあの高山のブログで、試合のマッチメイク、その後、クラウドファンディングサイト幕開け等々の情報は、随時、ブログの方で出させていただきますので、そちらの方をご確認いただければと思います。本日はお忙しいところありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。お願いします。